今週も最高週末がやってきましたね。どうも、ケイスケです。そして、今週も楽しい週末がやってきまいりました。噛んだし。すいません。どうも、田野エッチです。今日は、ケイスケ君のお家に来ております。今回ですね、ギフサポの、僕とね、グランパスサポの、タナビッツと一緒に、J1 のね、順位予想をしていきたいと思います。それじゃあね、早速、20位から、行っていきたいなと思うんですけども、まあ予想する前にね、せっかく、順位予想をするということで、まあ対決を、してみようかなと思っております。そうね、うん、まあ対決のね、勝負の仕方としては、例えば例を、ね、挙げるとすれば、例えば僕が、川崎フロンターレさんを優勝予想してましたと。で、実際はじゃあ川崎フロンターレさんが例えば4位だったとすると、ズレが3つ分順位が、ずれてるので、ズレ3となります。で、これを全チーム、照合してって、ズレが多かった大きかった方が、負けというふうにしていきたいなと思います。それで、負けた方はどうするのか、罰ゲームがね、やっぱいるかなと思いますので、そのね、罰ゲームっていうのが、まあ、罰ゲームと言うとね、失礼かもしれませんが、J1、J2、J3 の、クラブを、ルーレットで選んで、その中のルーレットで選ばれた、1チームの、クラブの、グッズを1万円分買うということをしていきたいと思います。ありがとうございます。まあね、普段多分自分たちの応援しとるチームのグッズしか多分買ってないと思うんで、そうだね。まあ、負けても、そのクラブのためになるし、ためになるし、そうそうそう。で、僕らも僕らで普段買わないようなグッズを買えるっていう意味では、うん、まあ、罰ゲームっていうか、まあ、寄付だね。クラブだね。そうそうそう。そうだから、J リーグさんに寄付という意味で、うん、まあ、今回はね、勝負をしていきたいなと思います。ね、もしね、順位予想、するのにあたって、まあ、こういうのを、僕が考えてやりましたよっていうのがあれば、うん、まあ、教えてほしいなと思うんやけども、うん、あるそういうの。どういう感じでどういうのを基準に順位を選んでった？僕が順位予想したのはまずチーム力と、監督、うんうん、まあ、J リーグの三種の神器っていう、あ、それ聞きだったよ俺ね。三種の神器何？三種の神器があって、一つ目はチーム力、二、うん、つ目は、いい監督、そして三つ目はいいキャプテン、うんうんうん、この三つが揃っているチームは、上位争いとか、あ、そうなんや、優勝ができるチームと思って、順位予想しました。あとはリーグの得点数と失点数、うんうん、あとはチーム層ですね。僕はそこの中で、順位予想しました。僕の方はね、今シーズン、まあ多分ね、今年も、まあ、去年以上ではないと思うんですけども、過密日程が、多分すごいと思うので、まあ、チーム数も増えて、ね、うん、なんで、まあ、そういうところも考慮しながら、なおかつ ACL ね、ある、チームっていうのは多分ね、なかなかしんどいことになるかなと思いますし、逆にね、去年 ACL あったけど今年は ACL ないチームとかは、またね、そういうところも考慮して考えていかないといけないかなと思いますし、あとは去年の、戦力と比べて今年の戦力が上がったのかそれとも下がったのか、そういうところを考慮して、順位予想をさせていただきました。まあ、あくまでもね、そんな J1 リーグ全試合見たわけじゃないんで、そう、ね、間違ってる部分もね多々あるとは思うんですけども、うん、あくまでね、楽しんでやっていこうかなっていう企画なので、ね、視聴者さんのね、皆さんも温かい目でね、見ていただけるとありがたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それじゃあね、早速 J1 リーグの順位予想をしていきたいなと思うんですけど、まずはね、20位からですね。まあ、この辺のね、降格今年4チームということで、そうだね、なかなか難しいところがあると思いますし、まあ、降格の4チームのね、うん、まあ、特に僕の場合は J1 リーグの所属してないチームですから言うのはすごいおこがましいんですけども、まあね、そんなことも言っとられるので、早速20位から、行っていきたいなと思います。はい、それじゃあタナビッチの方から順番に、はい、はい、まあ、ここは苦しいよね、結構ね、ここら辺は多分そうだね、うん、正直だってこれ予想して動画残してさ違った時、うん、すげえ恥ずかしいよね俺ら。そう、全然違ったら最悪だよね。最悪最悪。じゃあ正直上の方を間違えるのはいいや、下の方を予想しとそのチームが上の方行きましたとかじゃだいぶ申し訳ないか、うん、半端ない、ね、そうだね。じゃあ20位お願いします。はい、ベッチの、はい、僕が予想したチームは、はい、こちらです。アビスパ福岡です。理由は、あ、えっ、ー、と
まあ、アビスタ福岡は、まあ、昨シーズン J2 で戦ってた時の、うん、チーム層が、レンタルチームなんですよ、うんうん、で、まあ、今シーズン J1 に昇格して、で、まあ、レンタルに在籍していた選手はもうみんな戻ってしまいました、うんうん、で、まあ、そこから加入してきた、選手たちも何人かいたんですけれども、で、まあ、やっぱり監督もいい監督でもあるんですけれども、長谷部監督ね、そうね、長谷部監督、長谷部監督なんですけど、で、あとリーグ戦、まあ、見て、得点数と失点数を見させていただいたんですけど、まあ、得点数は、あんまり、まあ、良くないかなとは思ってますし、うん、で、まあ、失点数もちょっと、多いところもあれば、まあ、ちょっと悪いところもあったかなと思ってて、去年一応でもあれやな、 J21 位やな、ディフェンスは確か失点数1位やね、多分そうですね、そうですね、で、まあ、そう考えた時に、まあ、ちょっとアビスタ福岡的にはチーム力がちょっとまだ弱いかなと思ってて、うん、まあ、あとフォワード陣も何人か、外国人選手も何人か取ってるんで、まあ、得点数、まあ、決定力があれば、まあ、残留はなんとかいけるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、ただ問題は怪我人が多く出るんじゃないかなと思ってて、まあ、ちょっと残留できるのは厳しいかなと思って、20位はもうアビスパ福岡に上げさせていただきました。一応あれはね、周期がね、アビスパ福岡の場合は何で5年に1回、5年に1回だね、上がって、で毎年今のところは1年で降格してしまうと、うん、そう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 、まあ、運悪いことに今年上がって、ね、まさかのレギュレーションがね、初の4チーム降格というところで ね、そのジンクスを乗り越えなあかんっていうところで、うん、なかなか厳しいかなと思いますけども、ね、じゃあね、僕の、20位予想をしていきたいと思います、はい、僕のね、20位は、ベガルタ仙台になります。見えるか、ベガルタ仙台になります。で、僕の場合はね、キーマンも一応、入れて、紹介していきたいなと思いますんで、まあ、あとね、それのキーマンのところを話していきたいなと思うんですけども、まず、はじめに、昨年はね、怪我人も、多かった、こともあると思うんですけども、まあ、ホームでね、一勝もできなかったと。まあ、ここはね、なかなか、サポーターとしては、苦しい部分だったんじゃないかな。僕らもね、J2、最下位で J2 落ちてしまった時、ホームで全然勝てなくて、でもそれでもまだ1勝、2勝、3勝ぐらいはしてたと思う。うん、そうね。それを比べるとホームで、一勝もできなかったっていうのは、多分サポーターの人たちからすると、かなりしんどい思いをしたんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、今年はね、巻き返していきたいんですけども、まあ、なかなか財政の部分で、まあ、お金がないというところも、ありまして、まあ、主力のね、選手が多く、移籍してしまいました、チーム得点王である長澤選手だったり、あとはチームアシスト王の浜崎選手、だったりとか、多くの主力が、去ってしまい、まあ、補強でね、浦和レッズから、マルティノス選手や、横浜 FC から、皆川選手を、獲得しましたけども、まあ、昨年の、得点、4点と、3点と、それぞれあまり正直得点は取れていないというところで、まあ、得点力不足は、去年以上に、厳しいものになるんじゃないかなと個人的には、思いました。まあ、ただ2列目のところに関しては、さっき言ったみたいにマルティネス選手とあとはクエンカ選手が残留したということで、まあ、クエンカ選手もね、去年怪我で最初いなかったので、まあ、そういうところを考えると、ここのね、外国人コンビのコンビネーションがうまくはまれば、すごく面白いことになるんじゃないかなと思いますし、また J2 からね、去年テグラモリ監督の下で、ルーキーとして大活躍した木田選手の、さらなる、成長にも、期待したいなと思います。そして、昨年ね、ボランチの、シーハス選手が、抜けた穴には、ジュビロから移籍してきた上原選手が、おそらく埋めることになると思うんですけども、まあ、彼の場合は、キックの精度が、高くて展開力もあって、まあ、守備でもね、体を張ったプレーができるので、攻守で、期待したいですし、まあ、昨年はね、怪我で泣いた、松下選手と共にダブルボランチで、チームの中核を担い、チームを上昇させてもらいたいなと思います。そして、まあ、正直ね、さっきも言いましたけども、まあ、戦力ダウンは、
否めないかなと思うんですけども、まあ仙台をね、J2 から J1 に昇格させ、J1 でもクラブ最高順位の2位に押し上げた、テグラムリ監督が、帰ってきたっていうのは、かなり大きいんじゃないかなと思いますし、まあテグラムリ監督は、まあモチベーションを上げるのが、選手のモチベーションを上げるのがうまいっていうことなので、今いるね、選手たちのモチベーションをうまく上げて、この仙台の窮地を、まあ救うことが、できるかっていうのは、この、テグラムリ監督の手腕にかかってるんじゃないかなと、まあ個人的には思います。で、キーマンに挙げさせてもらったのが、西村、選手なんですけども、まあ彼はね、去年はね、モスクワから、期限付き移籍という形で、まあ途中加入で、入ってきたんですけども、まあ3ゴールしか、取れなくてなかなか得点面のところで、苦労したんですけども、まあ彼はね、もともと2018年、仙台で、11ゴール、取るなど、2桁取るだけの力は十分持ってますし、まだまだね、若いので、今シーズンはね、チームを去った、長澤選手に、変わるね、得点力、チーム得点王を、取ってもらいたいですし、2桁ゴールっていうのを、期待したいなと思います。まあ彼がね、2桁取るか取らないかっていうのは、かなり、仙台の順位っていうのも変わってくると思いますんで、まあ西村選手に期待したいなと思います。はい。そして、ごめんなさいね。個人的な、あれなんですけど、もう、仙台の、方に、僕らの、FC が行った長倉選手が、移籍したということで、まあ、ベガラス仙台の方々にはぜひね、長倉選手のことを、応援してもらいたいなと思いますし、まあ、プレースタイルの部分はね、まあ、正直僕らの J3 の時でも、最後ら辺出てましたけど、なかなか試合出場が、なくて、どういうプレーをするかっていうのはなかなか言いづらい部分はあるんですけども、まあ、確実に僕が見とる限りだと、ルーキー時代と比べると、その、去年、2、3試合しか出れませんでしたけども、まあ、確実にクロスの精度だったりとか、そういう面に関してレベルアップしてるなと思いますので、これがね、仙台に行って、まあ、いきなりね、J1 という舞台にはなりますけども、テグラモリ監督の下でね、成長して、まあ、スタメンで出る、日をね、楽しみにしたいなと思いますので、ぜひね、ベガルト仙台の、ファン、サポーターの方々、長倉選手のことをね、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ19位。お願いします。はい、19位教えてください。はい、僕が19位予想したのは、こちらです。湘南ベルマーレ。はいはいはい。ですね。で、なんで、まあ、19位湘南ベルマーレを挙げたかって言いますと、今年、まあ、昨シーズンの、チーム力とチーム層を見て、まあ見たんですけど、まあ若いチームが多くいてまして、で、得点力もそんな、まあ石原直樹選手とか、あとは、いろんな選手とかもいたと思うんですけども、まあそんなに、得点してる、まあ10得点した選手っていうのはほとんどいない状態だったんで、で、まあ、去年、そうですね。ゼロやな。石原選手の6ゴールが最高やなかったか、去年。多分そ、まあ多分そこら辺だと思う。ね、うん。まあゼロで、で、あと、まあ今年、金子大輝選手が、まあ、浦和レッズ移籍してしまったのと、あとは、斎藤、うん、三月。三月選手。そうだね、ウィン火山の方に、まあ、レンタルで移籍したっていうのもあるんで、まあそこら辺のチーム力がちょっと欠けてしまったのともあるんですけど、まあ補強もね、ウェリントンとか、まあ、いろんな選手とかも加入してきてるんで、まあ、得点力は大きいかもしれませんけれども、まあ、ただ守備の能力を考えてみればちょっと失点数が明らかに多すぎるんで、で、まあ、改善できればなんとか、残留には持っていけるんじゃないかなと思って、まあ、ただ、チーム見てても、まあ、若い選手たちも多くいますし、あと東京世代とかパリ世代の選手も何人かいるんでね、まあ、ちょっとそこら辺で頑張っていけるんじゃないかなとは思ってたんですけれども、まあ、なかなか経験を積んでいかないといけないってことで、今回、19位で、湘南ベルマーレと挙げさせていただきました。ありがとうございます。はい。それじゃあね、次僕の、19位の、総合していきたいと思うんですけども、僕もね、田辺市と一緒で、被りましたけども、湘南ベルマーレに、なります。まあ、キーマンはね、町野選手ということで、まあね、ほとんど今、田辺市の方がね、いろいろ喋ってくれたんですけども、まあ、昨年ね、個人的にはすごい、期待してた、チームだったんですけども、まあ、残念ながらね、最下位に、沈んでしまったと。いうことで、今シーズンはね、斉藤美月選手だったりとか、鈴木統一選手、松田天馬選手、金子選手と、まあ、チームのね、先ほども言いましたけども、若き、主力が抜けてしまったっていうのはかなり、痛いです。しかし補強で、鹿島
アントラーズから、山本選手や名護選手、山形から中村選手など、ピンポイントで、即戦力の選手を獲得、できたのは大きいですし、まあ、さっきね、玉井ちも言いましたけども、まあ、湘南ベルマーレは、若手を育てるのが、うまいので、またね、移籍して、いなくなってしまいましたけど、その穴を埋めるのはまた若い、選手たちだと思うので、新たなね、ニュースターに、期待したいなと思います。で、まあ、何よりね、課題っていうのは、やっぱり、昨年最下位の、得点力のところかなと思います。まあ、守備はね、さっきは、ね、悪いっていう話だったんだけども、うん、データをね、調べてみたらね、意外と、そうだね、意外と、失点数は真ん中ぐらいになったな、確か。悪くないんだよね、そんなに。まあまあ、悪くはなかった。で、うん、得点力が難せ、低すぎると、うん。っていうところで、今年ね、湘南ベルマーレに帰ってきた、まあ、神戸でもね、活躍したウィリントン、選手にかかる期待っていうのは、かなり大きいんじゃないかなと。まあ、彼はね、まあ、ヘディングだったりとかフィジカルの強さは文句なしで強いですし、うん、まあ、神戸ではね、なかなか外国人枠の影響で、まあ、出れなかったですけども、うん、出ればね、結構な、得点、取ってましたので、まあ、そういうところを、考えると、去年のね、チーム得点王の、石原選手とともに攻撃陣を、引っ張って、もらいたいなと思いますし、まあ、新外国人で、ね、もう一人ウェリントン選手が入りましたんで、まあ、ダブルウェリントンっていうのもね、見てみたいなと思います。で、まあ、試合を、見ていた感覚、自分としては、湘南ベルマーレ結構っていうか、まあ、まあまあ見てたんですけども、その見てる感じだと、試合内容全然悪くなくて、ウエスター行った時も、斉藤光輝選手のね、ロングシュートからのゴールがあったりとか、すごいね、プレスとかも、みんな一生懸命やってますし、最後まで走り切ってて、全然悪い風には見えないんだけども、やっぱり、得点が取れないところで、勝ちきれなかったりとか、引き分けが、多くなってしまって、まあ、最下位に、なってしまったかなと思いますんで、まあ、得点力がね、増えれば、正直、まあ、僕とタナベッチ、下位予想してますけども、全然ね、上位浮上あり得るんじゃないかなと、個人的には思っております。その中で、キーマンに挙げさせてもらったのは、町野選手になります。彼はね、昨年、J2 で、7得点を取り、北九州の、躍進に大きく、貢献しました。まあ、前線からのね、プレスとハードワークができて、まあ、ゴールだけではなくてね、チャンスメイクも、できますので、まあ、ウェリントン選手と石原選手はね、ヘディングが、強いと思うんで、まあ、クロスのところで、得点を取れると思うんですけども、それ以外の部分のところではこの町野選手、まあ一番前だけじゃなくて2列目とかもできると思いますので、そういう意味ではまだ21歳と若いですし、彼の活躍っていうのが今年の湘南ベルマーレの順位、左右するんじゃないかなと思って、キーマンにさせてもらいました。じゃあ次に、どんどんいきましょう。18いきましょう、はい。18位はタナビッチの、はい、僕が、18位予想したチームはこのチームとなります。はい、こちらです。どこや、見え、はい、サガン鳥栖です。サガン鳥栖か、はい、はいはいはい、サガン鳥栖18位に予想したかと言いますと、昨シーズン、まあ、チーム力も非常に若い選手が多いで、まあ、ゴールキーパーも、パク・イルギュ選手、まあ、途中からレンタルで加入してきて結構、ピンチにも多く救って、いただいた選手なんですけれども、ただ、得点力を考えてみると、小山選手とか、あと、まあ、トヨタ選手とか、いろんな選手がいるんですけど、やっぱりそこら辺見ていても、まだ、得点力があんまりないかなと思って、で今年は、何選手か、補強はしてるみたいなんです、まあ、してたみたいなんですけれども、まあ、外国人で言いますと、まだこの時期だと。まだ入国ができない状況もあるので、ね、でまあシーズンに通してても、まあ、ちょっと序盤戦は多分つまずくかなとは思うんですけども、まあ、中盤戦になってきて外国人選手が、まあ、その試合に絡めるかどうかっていうのも正直不安なんで、でまあ監督も、まあ、結構育成にもいい監督なんで、まだまだいけるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとチーム力考えてみた時には、まだちょっと薄いと思ってて、今回18位はサガン鳥栖と上げさせていただきました。なるほどね、はい、結構低いね。結構低いそう、結構低めにいった俺の方があれを出してないもんね、まあ、あと、まあ、失点数もちょっと多いかなとは思ってるんで、まあちょっとね、まあ、今年エドワルド、選手がキャプテンなんでね、まあ、チームを引っ張っていける、キャプテンとして、まあ、頑張ってもらいたいなとは思います。なるほどね、
じゃあね、僕の、18位の予想をしていきたいと思います。18位はね、大分トリニタになります。まあこれがね、あの広角の中で、まあ結構ね、びっくり広角とか、たまにあったりとかすると思うんですけども、今年はね、僕はこの大分トリニタがね、ちょっとびっくり広角になるんじゃないかなと、個人的にはちょっと予想させていただきました。理由はですね、はっきり言って片野坂トリニタにとって、まあ今年が一番のピンチなんじゃないかなと、個人的には思っております。ディフェンダーの要で、まあほとんどね、フル出場で鉄人と、言われていた、キャプテンの、鈴木選手が、移籍し、またね、同じく主力だった岩田選手が、移籍と、まあ、このね、ディフェンダー、2人の、主力が、抜けたっていうのは、かなり大分トリニタにとっては、痛いんじゃないかなと思いました。やっぱりトリニタというと、点が取られない中でやっぱ得点を取ってっていうところ、まずは守備からっていうイメージが僕の中ではあって、このね、2人が抜けたことによって、まあ、片野坂サッカーを知り尽くした2人だと思いますんで、まあ、この2人がいなくなることによって、まあ、失点数がね、ちょっと多くなってしまうんじゃないかなと思ってしまいました。まあ、一応ね、湘南ビルマーレから、坂選手、京都から、上恵比寿、選手を、まあ、獲得はしましたけども、まあ、さっき言ったみたいにやっぱり片野坂サッカーを知り尽くした2人と比べると、まあ、正直ね、ちょっとレベルが下がってしまうかなと思い、ちょっと失点数のところで、まあ、苦労するかなと思いました。で、攻撃面、なんですけども、まあ、チーム得点王の、田中達也選手が、移籍してしまって、まあ、代わりに、ね、仙台から、長澤選手を、獲得しましたが、まあ、プレースタイルがね、全然違うので、まあ、もちろん長澤選手のヘディングとかね、そういうところで強さはあるとは思うんですけども、田中達也選手みたいなああいうスピード、サイドからの攻撃っていうのは、まあ、タイプが違うので、うん、そうサイドからの攻撃っていうのとまたタイプが違うと思うんで、そういうところを考えると、まあ、点は多分取れると思うんですけども、まあ、どうなのかなっていうところで読めなかったんで、まあ、ちょっとね、申し訳ないですけど、今回、18位という予想に、させていただきました。そしてその中でキーマン、片野坂監督にさせていただきました。なぜ片野坂監督にさせてもらったかというと、まあ、正直ね、大分トリニタを J3 から、J2 に上げ、そして J2 から J1 に上げ、 J1 でも、みんなが、下位に予想する中でも、真ん中の10位まで、持ってくるなど、本当にいろんな、面で、手腕を見せてきましたし、まあ、毎年毎年ね、主力が抜かれながらも、必ず、いいチームに作り上げてくる、そんな片野坂監督やったら、もしかしたら今年もね、主力2人、ディフェンダー2人いなくなりましたけども、その穴をね、埋めることができるんじゃないかなと。もしね、これで、今年去年以上の成績を残したら、まあ、改めて本当にすごい監督だなと、思いますんで、まあ、ある意味ね、僕みたいな下位予想しているサポーターをギャフンとね、言わせるようなね、手腕ぶりを、期待したいなと思います。はい、まあ、これちょっとね、俺勝負出たよな。勝負出た、大分トリニータ結構俺はどうなんや、分からん、他のサポーターの人たちがどういう順位予想してるか分からんけど、うん、これ結構上の方行かれたらズレーすごそうやもんね。俺、いや俺ね、あ、ちょっと待って、言わんけど、一応ね、俺降格チーム、まあ残留争いするチームはね、このチームじゃないかなといろいろ予想してあるけど、 うん、じゃあ最後17位降格チーム、はい、お願いします。最後この17位の降格チームはこちらです。はい、どうでしょう。横浜 FC。 ああ、そうなんや。はい、はい、僕はなんで横浜 FC と挙げさせていただいたのかっていうと、昨シーズン、まあ得点力を考えると一味選手とか、うんうん、あと斉藤光輝選手とか、うん、まあ斉藤光輝選手の起点がなって、そこら辺で一味選手とかいろんな選手とか得点をしてたんですけど、まあ、今回、まあ、今シーズン2人とも、まあ一味選手はガンバ大阪に戻って、ね、で光輝選手は、ベルギーの方に、移籍したってことで、まあ、そこら辺でまた得点力と、キープレイヤーになる選手を、今シーズン、まあ、補強したってことで、まあ挙げられるんであれば、まあ渡辺和馬選手、クレイベ選手、あと仙台からジャーメイン・リオク選手、まあ、この選手が、やっぱり得点力、まあ、
解消できるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあちょっと守備の方で考えたら、ちょっとベテランの選手が多いっていうところと、まあ若い選手もそんなに少ないっていうものもあって、でちょっと、失点数が、ちょっと多い感じがあるんで、やっぱり攻撃面で考えると、ちょっと失点の方が多く絡んじゃうってことで、下平監督がどういう手腕でいくのかっていうのを考えれば、まあ柏レイソルみたいな、空いた状態に2018年シーズンのあの柏レイソルみたいな空いた感じになっていくんじゃないかなと思って、あとはちょっと怪我も多かった選手もあったんで、まあちょっと怪我も多いんじゃないかなと思って、まあ横浜 FC として挙げさせていただきました。ぶっちゃけでも俺去年横浜 FC 最下位、まあ情報挙げてないですけど最下位予想しとって、でもずっと挙げてみたら最下位じゃなかったね。最下位じゃなかったね。だそう考えると本当に去年は俺うまいことをやっとったイメージがあるもんで、まあまたね横浜 FC の、話になった時にまた詳しい話はしますけども、結構評価低いね。結構評価低いね。それじゃあね、僕の17位予想の方をさせていただきたいなと思います。広角、最後のチームは、J2 王者、徳島ボルティスさんにさせていただきました。まあ、キーマーはね、岩瀬選手ということで、まあ、なぜね、広角、17位にね、してしまったかと言いますと、まあ、4年間ね、指揮した、リカルド、ロドルゲス監督が、去ってね、まあ、新監督に、スペイン人のダニエル、ポジャートス監督を、招集しましたが、コロナの影響で未だ、日本に来れてないということで、先日のね、浸透っていう面ではかなり心配な、部分が正直ありますんで、まあ、そういうところを考えると、どうなのかなと。まあ、正直去年のベースで、まあ、まだ行くんであればまた話が変わってくると思うんですけども、まあ、監督変わったっていうところでなかなかまだ来れてないっていうのはちょっとボルティスにとっては、マイナスなところなのかなと、個人的には思いました。また、昨年はね、J2 で、ポゼッションサッカーを、遺憾なく、発揮し、優勝しましたが J1 の舞台ではね多分 J2 以上に、早いプレスをしてくるね、チームが多いと思いますので、まあ、そのね早いプレスをしてくる J1 チーム相手にどれだけ、ポゼッションサッカーをできるのか、どれだけ自分たちのサッカーをできるのか、ここがかなりの鍵になるんじゃないかなと思っております。まあ、個人的には正直ね、去年みたいなポゼッションサッカーはできないんじゃないかなと思って、順位をちょっと下げてしまったっていうところは正直あります。で補強面、に関しては、まあ、まずね昨年の主力メンバーがほぼ残留したというところで、ここはかなりね、フロント陣の、頑張りが見えたかなと思いますし、補強の面では、J2 トップクラスの活躍を見せていた、東京ヴェルディの、藤田千葉選手だったりとか、川崎フロンターレから、若手のね有望株の宮代大成選手を、レンタルで、獲得できたというところで、まあ、この2人がね、この徳島に、新たなスパイスをね加えることができれば面白いかなと思いました。そして、キーマンに挙げさせてもらった岩尾選手ですけども、まあ、プレーではね、中盤で状況を見ながら、ポジションを、上げたりとか下げたりとか、チームにバランスを与えてくれるような、重要な選手でありながら、またね、5年連続まあ今年まだキャプテンが発表されてないんかな、わかんないけど、俺調べたら出てこんかったのであれですけども、多分やるとしたら岩尾選手だと思うんですけども、まあ若手選手がね、多いと思いますんで、その若手選手を中心に、まあ、チームをね、まとめて、やっぱり岩尾選手といえば J2 に、ね、いる時からいろいろ J1 からオファーがあったにもかかわらず、それを蹴ってね、徳島に残り、そしてその徳島を J1 に上げたという、そういう男気ある一面もありますんで、まあ、そういうところではね、後輩たちもそういう姿っていうのは多分見てると思いますんで、まあ、そういうね、若手、だったりとか、そういう選手たちをまとめてね、引っ張ってもらいたいなと思いますし、まあ、この選手が、いるかいないかで、かなりね順位変わってくると思いますので、岩瀬選手を、キーマンとして挙げさせていただきました。